揺れるね。うまいけど。これは来た。やったー。来た。アキちゃんに3本釣りは負けてるかもしれんもん。アキちゃんやったら取れてた。今やば。つまみ寄せ。ぐるぐるでやってみるか。これはうまいぞ。これはね、今のは綺麗。今のは綺麗。この機械の構造上さ、はい、2本で掴んだらめちゃくちゃ弾まるな、今。お、来たんじゃね。やった。来た。うわい。これが初期位置なんや。ダメでした。横向きになってよかったよ。そうなんだ。あ、これいいんじゃない。あ、終わっちゃうんだ。来た。あー、うまい。景品取ってあげますオーディション、本日も開催していきたいと思います。今日僕たちに景品取ってほしいんですよね。はい、取ってほしい景品は何ですか。ヒロアカのピアノキーホルダー取ってほしいです。なるほど。景品はカッちゃんのやつが作れて、カッちゃん、あ、これプレナ3じゃん。とりあえずじゃあ普通に真ん中掴んでみましょう。で、どの辺で離すかをまず1回目見ます。まっすぐ持って角にやけど、ボールのちょっと後ろぐらいで離すんじゃないかなと。あ、ちょっと左側を振る。お、なるほどね。若干ねじれがあるんですけど、いけるんかな。ちょっと落としできないかやってみますと。できたらこうやって押すらでかいですよね、うん、でもこれ2ボタンちょんですよ。あ、そうなんだ。持ちそう。うん、持つかもね。あー、強い強い。もうちょっと爪にほこりつけてくれたらありがたいんですけどね。あ、ちょっと一回デク狙っていいですか。わかりました。お試しなんですけど、押して、ここ離す、ねえ、ねえ、ねえ、離したらエグい。これワンチャンありましたよね、今の。これで斜めになったらでかいみたいな。あ、なるほど。右側の時は、あ、そうなるんや。すげえね、これ。右に離すんだ。ね、そしたらですよ、単純に後ろ側を左寄せする。で、まあ、ここがちょっと限界なんでね、多分寝かせるのが正解なんかな、もしかしたら。一応ちょっと中心より左側っすよ。これで落ちてくれたら最高。あ、行きそうじゃない。うわ、惜しい。次さ、ちょっと木目を押してみるわ。あ、でもさ、奥側押したら一番限界の左寄せで、奥だったけど無理や。くるっていうのができたら最高なんですけどね。めっちゃ気持ちいい、それは。そうそうそう。あー、投げろ投げろ投げろ。わー、いや、いや、いや、うまい。いや、ほら、一緒に頑張ってください。はい、お願いします。クオリティ高いですね。クオリティめっちゃ高いよ。え、ワンプレをキーホルダーにしたような感じなんですか。あ、そうなんや。角ギリギリっすよ、これは。あ、でも、あ、あ、投げる。あ、今投げそうだったね、掴んでたら。今のもありそうっすね。うん、ありそうありそう。え、これ、あの、袋ごと入ってるってことっすよね。ワーコレみたいに箱にはないんですか。箱には入ってない。あ、そうなんですね。これごと？ここ、ここ。ああ！始まった。やったー。これ全部行こう。よっしゃよっしゃ。はい、全部でよかったっすわ。よっしゃ、いいよ。これ右だけ？ワンちゃん右
だけかもね。あーなるほどね、多分ねじりとかの関係もあるかもしれない。あーもうちょい右攻めれたな。あでもあー来い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 、もうちょい右やったっすねこれ。あーえこれ呼ぼう、ありがとうございます。悔しい。すごいねこれ、なんかさ作品の世界観が全面的に感じられる。並べたいもんね、うん、景品だけじゃなくて技とかさクリアパーツねついてるのいいわ。取れやすいじゃんこういうのって、うん、これなら折れなそうだよね。おおおおおまずい。あでも左側あるやん、ワンちゃん左に跳ねんこれ。ああはい、お願いします。あー、こっちは右。おお、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 すげー、すげー。今、300円分くらい楽しい。え、ちょっと左に行ってみるか。いや、左で取れたら本物よ。ちょっと左真ん中目にしてみました。左はこれ、滑れないですね。ありがとうございます、頑張ってください。取るのがめっちゃあるんで、取るのがあるときはじゃあ行きましょう。お願いします。斜めってるから最大奥ぐらい。あ、そうだね、ここが最大でした。でもちょうどいいんじゃない、これで徐々にこう前に出してくる。挟め。おおおお、やばいやばいやばい、これやばそう。熱い熱い熱い、離せ。あ、来た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 。おお、うまい今の。可動式ね。ああ、でもいいんじゃないですか。ね、ヨネさんちなみになんですけど、これなんか透明の袋に入ってるんですよ。了解です。叶いますか。あのワーコルとかの箱とかにした方が良くないですか。やっぱクオリティで中身が見えた方が。なるほど。失礼いたしました。中身見れることってなかなかないっすね。うん。メーカーさんも考えてるんですね、めちゃくちゃ。バイクに乗ってるやつってめっちゃ珍しい。確かに。じゃあめちゃくちゃ細部までこだわってる感じですか。メーカーさんスポット近くて。メーカーの方が言ってました。なるほど。聞いてます。流してくれてますね。ありがとうございます。ちなみになんか欲しいキャラクターとかいれば、ヨネヤさんメーカーさんに言っててくださいみたいな。お、三ツ矢。三ツ矢ね、三ツ矢。僕はワンピースが欲しいです。おー視聴者さん、今日見てくださるみたいなんで、何が欲しいかちょっと書いててください。コメントで。はい。確かに。あとさ、これまでさ、バンドさせてるか。これですよ、今手前に来てるじゃないですか。これ、このまま奥をまっすぐ持ってみるのはどうですか。形変わらずに奥を持つじゃないですか。こう、なんていう、こう、景品がさ、こうなったらまずいけど、この状態で持ったらってあーちょっと待って、ちょい持ってる、ちょい持ってるか、ありそうやけどね、確かに。おーい、ちょい持ち、基本奥持っとけばいいんですけど、これ落下位置がボールよりちょっと前なんで、でも普通に初期位置からやると多分厳しいんですよ。だからちょっと斜めにするのが多分ポイントなんですよね、ここ奥持った方がいい。そうっすね。あと跳ね方次第やね、ここは運なんですよね。もう一回ちょっと待って、いけるいけるいける、すごいすごいすごい、えあ、手前すぎた、だいぶ手前でしたね、やっちゃった、これも決まってる、そいそー、おーめっちゃうまい。やります最後ちゃんですね、左側のちょめっちゃうまい、めっちゃうまい、いけいけだけど、うまーい、うまい、うまーい、うまーい、揃いよ、揃い、うぇーい、はい、もうマイキーですね。これからも遠距離で頑張ってください。ありがとうございます。今回、ヨネヤさんから呼び出しをいただいたわけなんですけども、はい、またゲッタースピン、たこ焼きのポテトチップスなだれ、それに続いて第3弾できたわけですよね。見てください、これうまい棒何本ですかこれ、600本。
600。これアームついてないですけど、どうやって遊べばいいんですか。新しい設定っていう、新しい設定があるんで、クレマ3の新機能か。そうまいもの奥狙うってことですよね。特にそれを狙ってもらって、マンが手前に出てくるから、その力を利用してライボをなだれさせて、おっとギリギリ OK です。だいぶギリギリ攻めたね。いや攻めたよ。マジ花火見てるみたいですよね。めっちゃすごい面白いね。ね、時計止まったよね。止まった。こいつザ・ワールド持ってるんですね。クレマ3。やばいし。やべえ。いや、これ感謝祭にふさわしい設定ですね。はい、ちょっともう一回やっていいですか。もう一回見たいです。さあ、ということで第2弾やっていきましょうか。もうギリギリ。いや、うまい。だいぶギリギリやね。おお、ギリギリじゃね。おお、はい、いけたー。ちょっと弱いんだよ。たぶん20でも十分飲んでる出るっしょ。20です。ありがとうございます。Oh!